ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私、ライザリン・シュタウトは今とんでもない出来事に直面して、島暮らしで腕が鈍ったのかライザー。助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザー大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたかな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ。何か、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。もう手早くやっつけるよ二人とも。近くじゃ見たことない魔物だね。
ライザー大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね。さっき言ってた調子が悪いってやつか。どうして出発前に言わなかったんだ。ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし、一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。アガテ、構わないな。ああ、こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザー、だとブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに。もうまあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオ君。ナイザが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はいはい、分かってます。いたる。何これ、声どこから。いたる、栄養術師で、いたる。頭に響く。これは何、誰、何時、栄養を置いてる錬金の術師、手塚らの鍵まで回転の牛に至る。今のはライザー、帰るよ。私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの1日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです？その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み、便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが。驚いたな、ライザがコローと損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったく、あの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。が、彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。コローだって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私の
なんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロー、ライザー、大変だ。とある予感がした。何事じゃ、創造師。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて騒動しいあの夏が始まる。そんな予感が。なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボス、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりだから。やめろ父さん、心配するのは俺じゃなくて、もうすぐ島に来る交易船の方だろ。それはそうだが、交易船が来るまで日数もない。迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザー、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか。はいはい、お任せあれ。
損壊の決議はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば古老もさすがに許してくれるんじゃないか。本当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。取りに行かないと。